ムー,ムーアの法則、ムーアの法則、ムーアの法則、とは、大規模集積回路、LSIIC の製造、生産における、長期傾向について論じた一つの指標であり、経験則に類する将来予測である。米インテル社の創業者の一人であるゴードン・ムーアが1965年に、自らの論文上に示したのが最初であり、その後、関連産業界を中心に広まった。 ムーアの元々の文章は以下である。部品あたりのコストが最小になるような複雑さは毎年およそ2倍の割合で増大してきた。短期的にはこの増加率が上昇しないまでも現状を維持することは確実である。より長期的には増加率はやや不確実であるとはいえ、少なくとも今後10年間ほぼ一定の率を保てないと信ずべき理由はない。すなわち、 1975年までには最小コストで得られる集積回路の部品数は6万5千に達するであろう。私はそれほどにも大規模な回路が1個のウェファー上に構築できるようになると信じている。チップの複雑さはトランジスタの個数に比例すると仮定し、それらが何に使われているかを無視するならば、この法則は今日まで十分時の試練に耐えてきたと言える。しかし、 トランジスタあたりの複雑さは、ラムキャッシュでは実行ユニットほど高くないという議論もあり得る。そもそもインテルが4004を作ったのは1970年のことである。この観点からすれば、ムーアの法則の妥当性は、その定式化の仕方によっては疑問符がつくものとなる。ただし、その成長が指数的であるという点に異論はないと推測される。なお、 一枚のチップ、A チップに集積される部品数は、プロセスの微細化とチップ面積の拡大の二つの要素の掛け合わせで増加する。ゴードン・ムーアのこの将来予測は、彼自身によって法則と名付けられたわけではなく、カリフォルニア工科大学の教授で、LSI 開発などで著名な計算機科学者のカーバー・ミードによるものある。ムーアは、 今日の機械式マウスの共同発明者であるダグラス・エンゲルバートから1960年の講義にて集積回路のサイズ縮小の見通しについて議論したのを聞いた可能性がある。最も有名な公式は集積回路上のトランジスタ数は18ヶ月イコール1.5年ごとに倍になるというものである。これを式で表現すると N 年後の倍率 P はとなる。 したがって、2年後には2.52倍、5年後には10.08倍、7年後には25.4倍、10年後には101.6倍、15年後には1024.0倍、20年後には1321.3倍ということになる。定量的にはともかく、コンピュータの性能という視点からは、トランジスタ数イコールゲート数の増加により、より複雑なプロセッサが実装できる。 シーモスでは微細回口旅高速小電力化であるデードスケーリングという複数の要素が関与してひたすらに性能向上が進んだと定性的には言うことができる。ただし時代が進むほど前者は複雑化の割に性能が向上しなくなり後者もかえってリーク電流が増加するなど頭打ちになってゆき2010年代には並列化などがトレンドになっている。 1970年代の終わりには、ムーアの法則は最も複雑なチップ上のトランジスタ数の限界として知られるようになった。しかし、1チップあたりのコストに対するコンピューティングパワーをどんどん進化させ続けるものとしても、ムーアの法則は引用されるようになった。さらに世紀末に提唱されたポラックの法則によれば、コンピュータのプロセッサについては、より複雑になっても、 性能の向上はそれに比例せず、むしろ比例より悪いと言われている。ムーアの法則は最初は、半導体産業での観察と予測によって生まれたが、今日では、より広く受け入れられ、先進的な工業製品一般における、性能向上の一つの目標値として用いられる、ことがある。コンピュータ関係の製品や部品を製造する企業に、とって、 ムーアの法則が暗示する将来予測は無視できない。例えば CPU やハードディスクのような製品を新規に設計、生産する場合には最初の出荷まで2年から5年ほどの期間を要するため、こういったメーカーは投資と収益に関する大きな経済的リスクを負うとともに数年先の市場を予測した製品開発を行わねばならない。製品の陳腐化が早い,いくつかの産業では、 先行者利益が大きい分だけ、市場参入の遅れは大きな損失を追う可能性があるが、逆に他社が提供できない新規性があり高性能な製品であっても、生産コとが高く販売価格が市場に受け入れられなければ、特殊な用途向きの小さな市場にしか得られない可能性があるため、将来予測は重要である。過去の結果から将来を演期する将来予測は、それを信じる。 参加者が多いことで、より信頼度の高いものとなり、その一つが、ムーアの法則と言える。18ヶ月ごとに倍になるという表現は、ムーアの法則が、近年の技術の表彰的な進み、具合をほのめかしている。より短い時間軸で、表現されると、ムーアの法則は平均して1週間に1%以上、半導体産全体のパフォーマンスを向上させていると、言い換えることができる。 2006年第1四半期において PC のプロセッサは90ナノメートルで製造されており65ナノメートルのチップはインテル、ペンティアム D 及びインテルコアからのみ出荷されていた10年前ではチップは500ナノメートルで製造されていた 各企業は45ナノメートルや30ナノメートル、さらにそれ以下の細かさのチップを製造するために起こる複雑な技術的課題を解決するため、ナノテクノロジーを用いて開発を行っている。これらのプロセス技術によって、半導体産業が直面するムーアの法則の限界の到達が延伸することになるだろう。その後、2010年32ナノメートルでトランジスタ数約4億個、 2015年には14ナノメートルを実現した。最近のコンピュータ業界の技術ロードマップ2001年はムーアの法則はチップ数世代にわたって継続するであろうと予測している。この技術ロードマップでの計算によるとこの10年間でチップ上のトランジスタ数は2の100乗個にまで増加するだろう。半導体産業の技術ロードマップでは マイクロプロセッサのトランジスタ数3年で2倍になるとしているので、それに従うと10年で2の急上個になる。この法則に経済的合理性があるのは、トランジスタ1個あたりのコストが劇的に下がることである。例えば、コア i5 には13億個のトランジスタがあり、7万個のトランジスタで1ペニーである。2006年初頭、IBM の研究者らは新種外交、 デューブ193ナノメートルのフォトリソグラフィン技術を用いて29.9ナノメートル幅の回路をプリントする技術を開発したと発表した。IBM はこの技術によってチップ市場は今までのやり方でムーアの法則の予言をこの数年達成し続けることができるだろうとしている。より小さな回路を形なる新手法は実質より高くつくと予測されている。 計算能力を向上させる方法は単一の命令ストリームを一つの演算部で可能な限り早く処理するだけとは限らず遅い動作クロックであっても複数の演算部で並列的に処理することでも計算能力を上できる一般に動作クロックの上昇は処理性能に寄与するが発熱もまた増すためにある程度まで高速化された演算部では処理性能の向上よりも 発熱量の増加が上回り、高集積な回路であれば、放熱問題に直面して、動作クロックの高速化は、現実的でなくなる。ムーアの法則をもとにして、バーナー・ビンジーや、ブルース・スターリング、レイ・カーツワイルのような有識者が、技術的得意点を部分的に推定している。しかしながら、2005年4月13日、ゴードン・ムーア自身が、 ムーアの法則は長くは続かないだろう。なぜなら、トランジスタが原子レベルにまで小さくなり、限界に達するからであると、インタビューで述べている。トランジスタのサイズに関して、我々は基本的な障壁である原子のサイズに到達するであろう。しかし、その向こう側に行くにはまだに3世代ある。そして、我々が見ることができるよりもさらに向こう側がある。 我々が基本的な限界に到達するまでにはあと10から20年ある。その時までには10億を超えるトランジスタを搭載するより巨大なチップを作ることができるだろう。2005年の発言。ムーアの法則を今後も時間軸に沿って維持するには裏に潜む様々な技術的挑戦なしに話し得ない。集積回路における主要な挑戦のうちの一つは ナノスケールのトランジスタを用いることで増する特性のバラつきトリーク電流である。バラつきトリーク電流の結果、予測可能な設計マージンはより厳しく、加えてスイッチングしていないにもかかわらず、かなりの電力を消費してしまう。リーク電力を削減するように適応的かつ、統計的に設計すると、CMOS のサイズを縮小するのには非常に困難である。これらの話題は、 DKG ン,ンミターシーモステクノロジーズによく取り上げられている。サイズを縮小する際に生じる技術的挑戦には以下のものがある。カーツワイルの目算は、ムーアの法則が2019年まで継続することにより、将来たった原子に3個分にしかない幅のトランジスタがもたらされるというものである。もちろん、より高精度なフォトリソグラフィーを用いるやり方によって、 達成できるが、このことは、ムーアの法則の終わりを意味するものではないと彼は考えている。集積回路における、ムーアの法則は、価格対効果を加速する最初のではなく5番目のパラダイムである。コンピュータは、単位時間あたりの処理能力はとっくに何倍にも、なってきた。1890年に、アメリカの国勢調査で使用されたタビューレーティングマシン、から、 ロレンツ暗号を破るためのマックス・ニューマンのリレー式計算機、ロビンソン、アイゼンハワーの選挙予想に使われた CBS のシンクダ式コンピュータ、最初の宇宙旅行に使われたトランジスタ式のコンピュータ、集積回路を用いた PC へと、カーツワイルは何らかの新しい技術が現在の集積回路技術を置き換え、ムーアの法則は2020年以降もずっと長く維持。 されるのではないかと推測している。彼は、ムーアの法則のは、技術的特異点をもたらすであろう。集積回路の技術への適用を超えて、今後も続くであろうと信じている。収穫加速の法則の中で、カーツワイルは、多くの方法によって、ムーアの法則の一般的な認識は変更されて、来たと述べている。ムーアの法則は、技術の全ての形を予測すると共通に、 しかしそれはっているが信じられている。たとえそれが実際には、半導体回路に関してのみ適用されるものとしてもで、ある。多くの未来学者は、未だ、カーア圧ワイルによって力を与えられたこれらの考えを、述べために、ムーアの法則という言葉を用いている。クラウスとストックマンは彼らの論文である、ユニバーサルリミッツ・オブ・コンピューテーションで、宇宙に存在する。 あらゆるシステムの情報処理容量の合計を厳密に見積もった結果、600年という非常に長い期間をムーアの法則の限界と発表した。この法則は明らかに克服できないように見える障害にしばしば直面したが、すぐにこれらを乗り越えていった。ムーアは自分が実現した以上に今やこの法則が美しいものに見える、と述べている。ムーアの法則は マーフィーの法則に違反している。すべてのものはどんどん良くなっていくのだ。最新の技術を用いたチップの設計と実用試験には2015年には約1億ドルかかる。その10年前には1600万ドルだった。新型チップ製造工場の建設には100億ドルかかった。2010年代後半。 半導体の開発ペースが鈍化し始め、ムーアの法則のペースが維持できなくなるとの説が広まり出した。2017年5月、NVIDIA のイエンセンホアングは大手半導体企業の CEO として始め、ムーアの法則は終わったことに言及している。コンピュータ技術において、ムーアの法則に従って開発が進むのは容量と速度だけではない。 ラムの速度とハードディスクの飼育タイムは最高年に3%ずつ改善されている。ラムとハードディスクの容量はそれらの速度と比べて非常に早く増えているので、それらの容量をうまく使うことはますます重要になっている。多くの場合、処理時間とスペースは交換できることがわかっているので、素早いアクセスを行うために何かしらの方法で処理、前にインデックスをつけて、 データを格納しておく方法などである。コストの点で、より多くのディスクやメモリのスペースが使われる。スペースは時間と比べてより安くなっている。他方、時々間違えてしまうが、指数関数的なハードウェアの改良は、必ずしも、それと、同様な指数関数的なソフトウェアの改良を意味する、ものではないということである。ソフトウェア開発者の生産性はハードウェアでの進化と、ともに、 奇数関数的に確実に増えているというわけではなく、大抵の測定では、ゆっくりと、また断続的に増えていく。ソフトウェアは時間とともにより、大きく複雑になっていく。ビルトの法則では、ソフトウェアは、ハードウェアが、高速化するより急速に低速化する。とさえ述べている。さらに、最も有名な間違った考えは、メガヘルツ神話として知られる、プロセッサのクロック速度が、 処理速度を決定するというものである。これは実際には単位時間あたりに処理できる命令数にも依存するので、それぞれの命令の複雑さも同様に依存するクロック速度は単に2つの同一の回路同士を比較するときにのみ用いることが出る。もちろんバス幅や周辺回路の速度のような他の要因も考慮に入れなければならない。それゆえに最も有名な コンピュータの速度の評価は基礎技術を理解しなければもともとバイアスがかかっている。これは特にペンティアムの時代には真実であった。この時は有名なメーカーが速度の普通の認識として新製品のクロック速度を宣伝するのに力を入れていた。大抵のよくある並列化されていないアプリケーションのためマルチコア CPU のトランジスタ密度は 実用的な計算能力に反映して増えているというわけではないことに注意することも重要である。コンピュータの能力を使用する消費者が負担するコストが落ちているが、ムーアの法則を達成するためのメーカーのコストは逆のトレンドをたどっている。研究開発や製造、テストのコストはチップの世代が新しくなるごとに着実に増えている。 半導体メーカーの設備にかかるコストも増え続けると思われるので、メーカーはよりたくさんより大きくて利益の出るチップを売らなければならない。180ナノメートルのチップをテープアウトするのにかかるコストは約30万ドルであった。90ナノメートルのチップをテープアウトするのにかかるコストは75万ドルを超え、65ナノメートルでは100万ドルを超えると思われる。近年、 アナリストたちは、先進的なプロセス、0.13UM やそれ以下で、設計開始された数が減っているのを目の当たりにしている。2000年以降の景気の低迷の間、これらのことが観察されたが、開発の衰退は、長い間世界市場にいた伝統的な半導体メーカーが、経営的にムーアの法則を維持できなくなっていることの証拠で、あるかもしれない。しかし、 2005年のインテルの報告書では、経営的に安定させながら、シリコンチップをダウンサイジングすることは次の10年、可能である、としている。シリコン以外の材料を使用することが増えるとの、インテルの予想は2006年中頃には確かめられ、2009年までには、トライゲートトランジスタを使用するつもりであるとしている。IBM とジョージア工科大学の研究者らは、ヘリウムで、 極低音まで冷却したシリコン、ゲルマニウムチップを 500GHz で動作させ、新しい動作記録速度を作った。チップは 4.5K、接種マイナス268.65度で 500GHz 以上で動作し、シミュレーションの結果ではおそらく 1THz、1000GHz で動作することも可能であるとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。